セザリア・エボラはカーボベルデ出身で、同国を代表する音楽ジャンルであるも、ルナの歌手。もともとは、同国内の盛り場で歌を歌って、ここを押しのぐ生活を送っていたが、1992年にフランスでリリースした CD の中に収められた曲、ソダデが大ヒットし、その後世界各地で活躍するようになった。裸足の歌姫や、モルナの女王と称された。 2003年にアルバム、ボスディー・ア・モールで、グラミー賞の最優秀、コンテンポラリー・ワールド・ミュージック・アルバム賞を受賞した。2011年12月17日、70歳で死去。グラミー、ウィーニング・シンガー、セザリア・エボラ・ダイズ・アット・エイジ70ワシントン・タイムズ2011年12月17日、シーザリア・エイボーラ、グーグル・ベイズ・トリビュート2、クイーン・オブ・モーナ。 オンハー7 8ス h ースデイデイディスコース2019年8月26日、セザリアエボーラ、ケープバーディンシンガー、DS アット72タイムズ2011年12月18日、閲覧。ありがとうございます。